フィリピンの首都マニラ。実は秋元さん、この町に初恋の人がいました。あら、おすごい、そういうのなんかどっちか。15年前の秋元さんの隣にいるこの人、フィリピンの人気俳優イスコ・モレノさんです。俳優さんだ。日本のイベントに出演していたイスコさんに秋元さんが一目惚れ、記念撮影をせがんだんです。イケメン好きなんだ。今の自分を見てほしい。やってきたのはなぜかマニラ市役所。マニラの副市長。来さんじゃない副市長さんになってんの。そうなんです。会いに行きたいなと思って。ドキドキですね。そうなんです。日本の観光大使が挨拶をしたいと副市長室へ。ドキドキ、なんか嫌だな。ちょっと嬉しい、恥ずかしい感じをね。ドキドキ。あれから15年、秋元さんは観光大使、イスコさんはマニラ副市長になりました。果たして秋元さんのことを覚えていてくれてるでしょうか。グッドウェイ。かっこいい、かっこいい。15年前、秋元沙耶香が一目惚れしたフィリピンの俳優イスコ・モレノさん。マニラ副市長になった今でも覚えていてくれるんでしょうか。はい、あこんばんは。あでも面影あるね。この方が秋元さんの初恋の相手、イスコモレのマニラ副市長。若いね。マニラ最大のスラム街スモーキーマウンテン出身で、ゴミの山で俳優にスカウトされました。その後貧しい幼少期の経験から政治家を目指し、今では将来の大統領候補と呼び声も高いそうです。な。My name is Sayaka Akimoto. I'm ambassador of goodwill, Philippine tourism. Wow. I'm honored. よく来てくれたね。日本といえば好きな場所が2つある。Two places. 秋葉原。うわあ。あとは京都だね。Andoon siya sa Akihabara, doon ang ano nila, yung AKB48 kasama siya doon, mga idol. やはり秋元さんのことは気づいていない様子。 I play with when I was a child. Oh, that. Should you remember? これは驚いた。邪魔だ。さまつど。Oh, yes. 千葉。Oh, yeah. It's me.This one. 本当に。このまま大人にならなくてよかったね。子豚みたいな女の子だった。みんな言うんだ。こんな綺麗になると思わないもんね。ずいぶん綺麗になったね。この時の写真撮ったね、少女がね、親善大使になってるっていうこと、どう思われます？とても誇りに思うよ。この国は観光地を宣伝したり、保護できるほど豊かじゃないんだ。観光の発展に力を貸してほしい。それ彼女やるよ。新人大使頑張って。